皆さん、こんにちは、こんばんは。今回なんですけど、アップデでつゆちゃんが超弱体化されたんですよ。具体的にどこが弱体化されたかっていうと、まずアルファの攻撃力が下がりました。もう全レベルで攻撃力が下がって、でプラスアルファレベル3まで弾数が2発になったので、初動ファイトめっちゃ弱くなった。でしかも今までね、レベル4レベル9でクールタイムがアルファ早くなっていたんですが、今回からクールタイムは早くならずに、クールタイムずーっと同じですよーっていうものになりましたね。さあ、その同じっていうのがレベル1に合わされてるのか、レベル9に合わされてるかまだね判明していないです。で加えてケロケロスウィング、個性ベータケロケロスウィングもなんとね、攻撃力全レベルで下がっているんで、大幅な火力ダウンなので、つゆちゃんはね、実装されてからアルファベータガンマ、今までのアップデートで全部弱体化されたっていうキャラクターですね。まあ当然の結果かな。というわけで、実際どんな感じか検証していこうと思います。では行きましょう。さあ、ではつゆちゃん使ってやっていきましょう。まずつゆちゃんアルファ初動2発だから、どんな感じなのと、勝てんのかなこれ。敵オールマイト爆豪入れたから相当強いぞ。まあ行ってみるか。初動弱くなったからアルファギ優先なのかな、もうこれ多分ね、アルファギ優先だろうね。初動2発とかこれやばいんじゃないかマジで。でもこれなんとか初動ファイトせ、本当は初動ファイトしたかったけど、まあしょうがないか。まあ火力も全体的に落ちてるらしいんで、相当きつくなってるはず。しょうがないね、これはね。よし、上ポジ取って、あのデッキ攻撃しよう。いくぞ。あ、しがらきんな。しがらきアルファ。あ、でも使いやすさはあんま変わってないね。あ、で、クールタイムマジで遅いかも。で、これベータでちょっと。しがらきに対しての強さは今のところ変わってないね。どういった、しがらき。あ、死んだね、しがらき。あ、でも低いな、攻撃力。これ格殺マジ時間かかるな。これ格殺やばいね。あ、とりあえずベータ9まで上げちゃおう。オッケー、ダウン、オッケー、持ってった。いや、マジで攻撃力、これ格殺きつくなったな。これ一番影響あるの、戦闘面も影響あるけど、角入れが相当きつくなったね。これで倒せるかな、オッケー。で、アルファ入れよう。まあでも言うて戦いやすさはそんな変わってないって感じですね。こっち側で足落とした。てか、銃声とかした。いるね。ついちゃいんな。しがらきがどっかいたはずなんで、いたね、しがらき。これ、ついちゃん先にやろう、ついちゃん。ついちゃん邪魔くさいから。あ、ヤオモもいるね、弱体化食らった。遅いな、マジで。敵のついちゃんももう悩んでんじゃん、もう。もはや。いてててて、しゅしゅしゅ。あ、マジで火力低いな。で、ヤオモもあってあげて、の回復しよう。一旦回復ね。これ、敵の攻撃力相当高いね。で、攻撃入れて、これベータコンボ決めないとな、なんとか。やばい、味方死んだ。起こさないと。起こした？味方起こした？で、ついちゃん狙おう、ついちゃん狙おう。ついちゃん瀕死なんだけどな。ヤオモも凍った。で、ついちゃん寝たらいいな。あ、味方軽くないっすね、でかい。で、ついちゃんダウン OK？ で、しがらきこっち来てんね。30ダメ低すぎね。で、ついちゃん弾いてあげる。これ、格差ついたよな。これ核まで持ってかないと後々きついから。オッケー、ついちゃん死んだ。ヤオモも来てる。いや、攻撃力マジ低い。でも言うて戦える。で、ヤオモも瀕死だから、ヤオモ狙いたいね、このまま。いや、ヤオモ倒していく、ナイス。いや、戦いやすさ全然変わってねえな。ただ火力低いから敵を核まで持っていくのと、あとね、戦闘を終わらせるのが相当遅くなってるね。まだ強キャラではあると思う、正直。しがらきとか何もできずに倒せるからね。いけ、飛びまーす。しがらきも瀕死、ラスト1枚だからね。アプロスケを使った。あと3人でいじめる。火力低すぎる。まあ言うてやな。勝った方ナイスナイス。で、これ多分ね、アルファをレベル9にするメリットが若干低くなったんだよ。なんでかっていうと、リロード速度が変わんないんだよ。レベル1から9まで同じだから、ぶっちゃけベータ上げの方が強いかもしれないね、これだったら。オッケーオッケー、そっちっぽい。味方の方寄っていくか。あ、コンプレスね、これちなみにコンプレスなんだけど、つゆちゃんの下弾くことができるんだよ。ただ攻撃は弾けない。だから普通に攻撃して、ああ、届きんな。これ何人だろう敵。一回上取ってあげての回復しよう。あ、コンプレス逃げたね。
残り3部隊。だいぶ少ないね。あ、向こう側にできるっぽい。こっちだね。オッケーオッケー。あ、いた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 。相沢先生とイバラさんと、マウントレディか。ちょっとやばいね、ポジが。マウントレディに対して正直何もできんから、ここいるはずだよね。いるよね。そうだね。いたいた。何、イバラさんかな。イバラさんいたね。イバラさんに対しては全然強い。あ、マウントレディが来た。一旦引くしかないな、これは。マウントレディ長いな。もうそれで消えるはずなんだけどな。負けたね、オッケー。そしたらマウントレディ狙おう。これ、終わったら。マウントレディダウン持っていって、イバラさんどこいんだろう。これ、核いけるかな。できるだけ敵から離したところに核入れよう。離して、これ核入れてくれないかな、一緒に。あ、無理か。オッケー、入れた、入れた。そしたらあと2枚か1枚だね。イバラさんも倒してくれてんのかな。あ、上に、ま、なんか別パイだな。あ、起こさないと味方。大丈夫か。キャッチ。はい、オッケー、ナイス。で、これさっきのトドロキだな。とりあえずコンプレス邪魔くさいね。コンプレス弾いて逃げられたな。あ、また死んじゃった。やばいな、これ。一旦回復しよう、一旦回復しよう、一旦回復しよう。これ多分核入れられちゃうから、もうキャッチのクールタイムまあ溜まってないもんね。よし、届きだん。届き持ってった。で、核入れていって。で、ケロキャッチがまだ溜まってないから、普通に起こしよう。普通に起こしよう、これ。普通に起こして。いや、マジ火力低いな。で、注射入れて。イバラちゃんが生きている。相沢先生にね。相沢先生しばこう。相沢先生もちなみに、強化入って、ガンマが強くなったから、ちょっと注意しながら。ガンマに注意しながら戦おう。で、アルファの来るタイム待ってから上ポジ行きます。相沢先生どっちに来た。下逃げた。相沢先生一発当てて、これよりエイムが重要になったね、これで。おっと、危ね。で、コンプレスベータコンボ決めてフルスケールを使ってきたね。これ多分僕のこと狙って。あ、どっかいたね。イバラさんがどこいるか分かんないんだよな。ずっと近くいるはずなんだけど。あ、奥今いたね。こっちいるわ。割った、ベータで落とすからのベータコンボで味方とのコンボも合わさってダウンまだしてないで生きてるね。じゃあここでしっかり仕留め切っていく。オッケー、ベータ決め切って、オッケー、核入れて。まだいるよね。相沢先生こっちいる。あ、いた。ラスト相沢先生、近づきすぎないように注意しつつ戦いたい。なんかベータに関しては弱体化食らったとはいえ、まだまだ多分ね、合計ダメージ、レベル9の時点で、250くらいだったのかな、確か。はい、味方のコンボ、ナイス、ナイス凍らせ。やべ、いって、あいさつ先生、いった。ペチザー治ったのかな。なんか今回のね、アップデートね、バグ修正系の情報が一切ないから、表記がないから、何に修正されたか分かんないんだよ、バグに関しては。で、体力回復して、あとウィルね、コンプレスね、コンプレス。コンプレス、ベータ当てて、あ、一発使っちゃったな、ただ逃げ切れてないから、アルファ当てて、どう逃げた？上だと思うんだけどな、多分。行って、なんか食らってんな。どこいる？あ、下だ、下。最後当てて、オーケーナイス！で、核切れよう、核切ろう。さあ、核キル入れてあげての、GG！ オッケー！はい、というわけで、今回、つゆちゃんの動画を撮っていきました。いや、今回、なかなかいい試合だったんじゃないか。よりプレイヤースキルが重要となるキャラって感じがしますね。ほんと、アルファのエイムが悪かったらマジで勝てない。ただダメージ、マジで出てないな。ダメージ相当低いね。そこそこ、アルファ、ベータコンボ決めたつもりではあるんですけど、5000ダメージ。マジでラピッドキャラクターになったっていう感じがしますね。GG です。はい。というわけで、今回、アップデートで弱体化された、つゆちゃん使っていきました。いや、個人的には相当弱くなったな、とは感じるんですが、まあ、言うて、しがらきとかね、そこら辺に対してはまだまだ強いですね。まあ、なんか、相性悪いキャラには勝てなくなっちゃったのかな。爆豪とか、オールマイトとかには、多分マジで勝てなくなったかなって感じですね。こんだけ火力低かったら、多分ね、相手を溶かす前に自分もやられちゃう。多分アルファ、ベータコンボ、今まで2回決めれば勝てるようになって、勝てたと思うんですけど、今回の修正で多分3回決めないと勝てない。で、なおかつ初動ファイトも弱くなったよって感じで、多分勝率もね、かなり響いてくるんじゃないかなって思います。アルファ2回は結構渋い。今回はね、たまたまね、ケーパケンとか降りたんで、アルファ最初からね、4以上あったんですけど、普段だったらそんな早くね、アルファ上げれないんで、
いやー、アルファゲの優先度が高くなりましたね。まあいいアップデートなんじゃないでしょうか。こんぐらいね、やりすぎてもいいと思うんでね。そんぐらい外役だったから、個人的にはつゆちゃんに関しては神アップデートかなっていう感じです。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。